はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にタカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことで今日は何をやっていくかといったお話なんですが、まあいろいろねやりたいことはありまして、新しく追加されたね、SWCC の報酬の選手の話だったり、まあレジマの話だったり、様々ちょっと考えてはいるんですが、ちょっとガチャ引きたいかなと思います。はい、まあいろいろ悩んだんですけれどもね、やっぱガチャ引きたい。うん。で、その前にですね、今3種類のガチャが来てて、まあそれぞれ本当にメリットがあるんですが、まあそのメリットも踏まえてですね、どのガチャがいいかっていうお話をちょっと皆様にね、していきたいかなと思いますので、まずそちら聞いていただければなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まず現在ですね、ガチャ3つ来ております。1つはアルゼンチンのレジェンドスカウト、もう1つがピックアップスカウト、そして最後の1つがベストプレイヤーズガチャでございます。ちなみにこのマンスリーベストプレイヤーズのガチャに関しては7月31日まででね、最も期限が短くなっております。まあ一番新しく来たものではあるんですが、期限に関しては一番短いということをご承知ください。まあ、一応今週の水曜日でアップデートが入るので4つ目のガチャが来るかなとは思うんですが、まあ、その前にねちょっと見ていきましょう。で、まずこちらですね、アルゼンチンガチャ、3人の新選手がいて、それぞれ確率は 2% で、常設枠の確率が 6% ですね。ボーナスがかからない通常の星5の出現確率、排出割合が 6% でございます。うん。まずは確率の面からいくとですね、で同じようにベストプレイヤーズガチャも、3人の新選手がいて1人ずつ 2% で、星5の排出率は 6% でございます。で、おそらく皆さんがね、これじゃいらないじゃんっていうこの新選手ガチャ、ビッグアップスカウトガチャなんですが、こちら星5の確率が常設で 10% ですね。まあ、単純 1.7 倍8倍ぐらいあるので、7倍かな、まあ、かなり星5としては出やすいのかなと。他の2つのね、ベストプレイヤーズガチャだったりレジェンドスカウトガチャに比べたらピックアップスカウトガチャの方が出やすいのかなと思います。で、ここから先はどのガチャを引くかをちょっと決めていく過程になってくるんですが、まずアルゼンチンガチャのね、魅力の解説をさせていただきますと、なんといってもですね、ソリンでございます。というのもスラローマーでガラスの左足超回復なんですよね。特徴に関してはもう本当にもう火の打ちどころがないですし、なかなかやっぱり今ねスラローマー、珍しいんですよね。もう本当に課金してる方とか、まあ、運がいい方は持ってると思うんですが、無課金でねまだまだ純正星5のスラローマー持ってないよって方多いと思うんですが、その中でソリンはですねスラローマーですし、何より本当にね特徴が優秀だと、もうガラスの左足と超回復なんでどこでも使えますよね。どんだけね、まあ、そのスタミナダウンスキルを前半で食らってもきちんと後半回復して、来てくれますし、スタミナダウンスキル食らってなかったとしても後半ねまたスタミナフルで来てくれると、なんでスタミナダウンの影響も受けにくい。で、もう一つはガラスの左足ですよね。オフェンス能力がチューアップするというところで本当にですね優秀な選手でございます。まあ、ここがねスタミナダウン系だったらもっといいのかなとか思うんですが、まあ、そこまでうまくはいかないと。ただそれでもですね、まあ本当にこのソリンは優秀かなと思います。で、アイマールなんですが、アイマールもね、特徴に関してはめちゃくちゃ優秀ですし、まあスキルに関してもまあまあなんですが、まあソリンほど汎用性がないんですよね。まあ汎用性がないってわけじゃないんですけど、司令塔って意外とその、まあ多くて、まあ変な話、ジダンとかでもね、司令塔ですし、課金してる方はね、インターナショナルカップさん使わないかもしれないんですが、無課金の方はジダンを貫突させる。時短貫突させると総合値的には勝ってると。まあただガラスの右足持ってますし、野生の嗅覚ドリブルマスターっていうね、本当にその隙のない特徴構成となっておりますので、まあ IMR も悪くない。で、最後がクレスポですね。ゴールハンター、ここをテントリア持ってて中央突破のフィニッシャーと。まあメッシーに比べたら劣りはしますが、最近のフィニッシャーの中でもね本当に随一と言える強さを誇るのではないでしょうか。で、シュートに関してもバーストシュートを持っていますので、相手のゴールキーパーのスタミナダウン、大ダウンできると。本当にね、クレスポいい選手だと思います。まあ、このようにですね、3人が3人とも全部強いので、まあ、変な話、その、無理して、他のガチャ引かなくてもいいかなと思うんですが、ただですね、確率が 6% ってことだけは覚えておいていただきたいです。
でお次がこちらですね。提供割合が 10% っていうのが圧倒的な魅力でございます。こちらはどっちかって言ったらもう貫突させたい選手がこの中にいるとかって言った人ですよね。まあ、そういう人はこっちの方がいいのかなと思います。特に星5が排出率がかなり違いますので 6% と 10% って 4% も違いますので、まあ、そうやって考えたらですね、なんていうのかな、金コインも得やすいんですよね。結局そこなんですよね。その金コインが手に入るっていうメリットが結構大きいので、まあ、そういう面では、ちょっとここ引いていくのもありかなと。例えばイグアイン貫突させたいなとかね、ルカク貫突させたいなとか、デレアレ貫突させたいな、デヘア貫突させたいなっていう時にこのガチャを引くと、もちろん排出もされますし、他の選手が出てきてもね、金コインに変えれるといったところでかなりいいんじゃないかなと思います。で最後のガチャがですね、こちらですね、ベストプレイヤーズガチャ。こちらのガチャに関してはもう言うことはただ一つです。ブスフォンが欲しければ引く、そうじゃないのなら引かないって感じですかね。アンヘルコレアも本当に優秀で、右も左も右ウィングも全部できるんですが、ただやっぱブッフォンには及ばない。まあ、それでもですね、ブレイクドリブル持ってて、で勝負してからその右足ドリブルマスターと、まあ、本当にもう無駄のない特徴の中でもさらに優秀な特徴を持ってるので、まあ、本当に間違い、活躍間違いないんですが、まあ、いかんせんブッフォンが輝きすぎてますよね。9433の総合値に S ランク特徴3つですからね。でスパイダーセーブ、テクニカルセーブと、ゴールキーパーのスキルも何か新しいのが来そうな気もしますしね。ちょっとラノッキアはあんまり触れるところがないので置いていきましょうってことでですね、ここまでをまとめると、アルゼンチン代表ガチャに関してはスラローマーがね欲しい方、フィニッシャーが欲しい方はこちらを引くのがいいのかなと思います。優秀なゴールキーパーだったりね、ライトミッドフィルダー欲しいってなったら個人的には、ベストプレイヤーズガチャかな。ジャンルジュブフォンいてこれやるので、このベストプレイヤーズガチャかアルゼンチンのレジェンドスカウトに関しては自分のねボックスと話し合うのが一番いいかなと思うんですが、例えばね右ウィング、ライトミッドフィルダーか、ライトミッドフィルダーでも、ライトミッドフィルダーはいるけどレフトミッドフィルダーがいないとかね、レフトミッドフィルダーがいるけどライトミッドフィルダーの層は薄いとかっていうのがありますので、自分の新しいプレースタイルをね獲得できるようにするのがいいんじゃないかなと思います。でこの真ん中のピックアップスカウトに関しては先ほども言いましたが、金コインがね、一緒に欲しいよっていう方だとか、星5の数が多い方がいいなみたいなね、方は純粋にここを引くのがいいんじゃないかなと思います。選手の強さ自体はぶっ壊れの選手は一人もいませんし、この選手をね貫突させたから試合でめちゃくちゃ強く戦えるかと聞かれたらそうではないんですが、やっぱ確率が高いっていうだけでね結構優秀かなと、思いますね。でこのマンスリーベストプレイヤーズもそうなんですが、本当に優秀なブッフォン、先ほども言いましたけどブッフォンが欲しいならって感じです。でですね、今ちょっとガチャの内容説明し終わったんですが、今回ね、これからはガチャについてくる報酬の話になるんですが、まずですねアルゼンチンガチャに関してはステップ2、4、6、8というその、ステップの節目節目で進化秘密練習じゃあなんかクロビプスがもらえると、クロビプスがいいんですよね。で1回3回5回7回9回目は星5の確率もかなり高くなってますし、クロビプスが欲しい方はですねこれもちょっと考えてみたらいいんじゃないかなと思います。一方ベストプレイヤーズガチャの方は覚醒素材がついてくると、これも嬉しいですよね。ちなみにステップ5で星5確定チケットが1枚ついてきて確定でもらえますので、そういう面でもかなりいいのかなと、思います。で最後がこのピックアップスカウトなんですが、こちら本当にすごくてですね、5ステップまで GB が毎回減ってるのに特別獲得枠はだんだん上がると、1回目が2400と、3分の2で引けてからちょっとずつ上がっていく形にはなるんですが、それでもねその上げつつかさらにその1枠は、より高い確率で星5が当選してるようにしているので、本当にですね星5の数が欲しい人とかね、とりあえず戦力揃えたい人なんかはこれを引くのが一番いいのかなと思います。個人的にはやっぱりソリンに来て欲しかったんですけれどもね、どうしても難しいところですよね。ソリンも欲しいけどブッフォンも欲しいというところがあるので、何を引くかっていうのはね、どの選手が欲しいかももちろんそうなんですが、自分が今持ってる GB でどれだけ引けるのかとかもね考えてから引くといいんじゃないかなと思います。ってことで、今回こんな感じの動画にさせていただきました。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。豆腐でした。
バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。